PC エンジンデュオをのんびり修理する。シャープ4。あんま箱出ない。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんが箱気に入って出てこなくなっちゃった。ここで寝るんだもんって言ってる。あ、なでなではしといてって言ってる。なでなではしといて箱に入りたいんだって。幸せそうな顔ですね。嬉しそう。よかったね、なでなでしてもらって。大好きな毛玉お姉さんに今なでなでしてもらってます。最高だよって言ってる。それでは本編スタートです。前回の話ですね。チップ型の表面実装型のコンデンサーですね。電解コンデンサーで、こちらにマーキングつけて交換するという作業をねしました。引っこ抜いて作業していくっていう、この引っこ抜き方のコツね、前回の動画でやってますんで、ぜひね見てください。力入れすぎたりとか、こうすると、パターンが剥げちゃうんで、まあ、ちょっと基盤腐ってたらね、無理だけどね。そこはもう、パターン持ってくるしかないですけど。どうも、プニです。今日はね、最終回でございます。レーザー調整ね。していきます。あまりここはね、なんて言うんですかね。あ、読むね。今ね、なんか、福袋で出た、あの CD をセットしてやってます。なんかの付録みたい。で、まあ読むねっていう話で、OK サインをね、グッドボタンをね、押してもらおうかと思ったんですけど、ちょっとね、再生して席を外したんですよね。まあ、レーザー調整はね、ちょっと、あまり慣れてない人には難しいかもしれないんで、まあ、軽くだけ、お話ししていきます。ですので、参考になればいいんですけど、ならないかもしれないです。で、ここでね、再生がおかしくなりました。で、今、102のボリュームかな、いじってます。一応、102がね、レーザーの焦点の、ボリュームっていうことになってるんですけど、なかなかね、全体的にボリュームがね、ずれてる感じなんですよね。なので、今いじってんのは104かな。よいしょ。まあ、こういうのをね、ちょっとね、全体的に合わせていかなきゃいけないんで、最初ね、あの音楽 CD でやるのは、それが、なんて言うんですかね、大まかに、大雑把に合わしやすいんで、音楽 CD からっていう感じです。なので、この音楽 CD がまず再生できないと、まあ、結局、ゲームディスク入れてもダメでしょっていう話。自信がある人は、まあ、ゲームディスクからやってもらっても全然構わないと思います。私はね、そう思います。で、ここでね、ほら、再生がおかしくなるでしょう。で、今いじってんのが105のボリュームですね。
で、これ104。何、君、バカにしてる。羨ましいです。なので、おとと日がね、すごい状態ですね。まあ、この辺もね、ちょっと当たりを見ながら、少しずつ調整していきます。実はあいつらの言いたいことも、結構落ち着いてきたかな。このね、落ち着く場所をね、探すのが大変なんですけど、ちょっと当たりがうまく出ないんで、まあ、ここまで来てるはいるんですけどね、ちょっと全部ボリューム清掃します。先にこれやっときゃよかったね。でも回せば変化しているから大丈夫かなと思ったんだけど、ちょっと接触不良している可能性もあるので、可変抵抗ちょっと掃除してからやってみます。よいしょ、何で拭こうかな、これでいいか。よいしょ、まあ、余分なやつはね、拭いときます。このプシューって出るのね、量出てるように見えるけど、まあ実際のオイルはもう本当に少ないんで、よいしょ、読むかな、あ、読むね。で、可変抵抗ね、グリグリして、まあ、洗浄というか接点をね、掃除していきます。ねえねえ、足や、これで洗浄できたと思うんですけど、ちょっと当たりが悪いっすね。このね、105のボリュームがね、結構合わすのが大変です。ちょっとね、オシロスコープつけます。ちょっと当たりが出なさすぎるんで。よいしょ。オシロスコープつけてね、やってみます。まあ、この辺の画面はね、ちょっとまあ見ても専門的になっちゃうんで、映さないですけど。よいしょ。この LED がね、消えちゃったりすると、ダメですね。信号出なくなってる。なので、LED がつきっぱで、とりあえず出てるところ。そして、あと叩いて、音飛びがないか確認します。これね、トントントンと。で、若干音飛びがあったんで、調整しました。それはね、ボリューム、いくつだっけな。103かな。で、ちょっと信号見ながらも、叩いてみます。あ、出てるね、信号に。そうだ、ヤマト。ミコトちゃんにお礼言っといてな。よし。ゲーム貸してくれたお礼。ああ、だから元は俺のだってな。もうこのね、軽い感じで音飛びしてたのは治りました。違くて、さっきのその、いや、で、もう一回微調整しました。で、今度は結構強く叩いても音飛びしなくなりました。この調整がね、重要かな、やっぱり。ちょっと振動与えただけで飛んじゃったりするとね、悲しいからね。で、ここまで来たらゲームディスクで試します。まあ、最初からゲームディスクで調整してら、してじゃーって言っちゃった。してればね、まあいいんですけどね。でも今回ちょっと、ボリュームをいじっちゃったっていう話も聞いてたんで、CD からやりました。今、VR101 かな
ちょっといじってます。あ、来ましたね。よし、ここまで来た。で、音がね、出てないんだよな。なんでだろう。あ、出た。あ、そこは出ないのかな。マリオ、まあ、とりあえずちょっと再生してみます。ちょっとノイズが乗ってる気がするんだよな。この世界の中で最も美しき人、何者にも強く命を見落ち、そして育みなさい。さあ旅立つのです。ちょっと調整します。今いじっての101です。よいしょ。本当にちょびっとちょびっと動かしてやっていかないといけない。音鳴るじゃん、ここ。音鳴りました。なので、まあ今がベストかな。ちょっと音を大きめにしてるのは、ノイズとかあれば皆さんに聞いてもらおうと思って大きくしたんですけど、大丈夫そうですね。よし、ソフト持ってきたぞ。母ちゃん、おかわり。これをやるためにね、直したんですよ。バッチリ動作しましたね。またどこかで喧嘩したんでしょう。さあ、動くのかな。ポリメガに入んなかったからな。で、音楽 CD もね、再生しましたけど、まあゲームディスクが読めてるんで、問題なく受けてました。じゃあこのソフトね、入れてみましょう。その前にね、組み立てていきます。ただですね、グリスが、これね、多分っていうか、これあれかな、追加したのかな。ちょっとね、グリスが多いと思いますんで、取っていきます。よいしょ。まあ、多くてもいいんですけど、こう、ねちょねちょしてるってると、それがちょっと負荷になるんで、まあ、なるべく、多からず、少なからずっていうあたりが私はいいと思います。ほこりを噛んでくるとグリスに、もっともっと重たくなってくるんで、回るのに。こう粘度が増すっていうかね。なので、まあ私は、少なすぎず、多すぎずっていうあたりを狙ってグリスつけてます。いつも。よいしょ。グリスはね、取って、付け直しました。ただグリス綺麗でした。今回。あとヘッド掃除しておきます。これね、押さえつけないように、くるくるくるって。よいしょ。こんな感じで、掃除しましょう。で、ケースをね、閉めるんですけど、コンデンサーがぶつかってないか心配でしたが、大丈夫でした。それではね、ゲームの方ね、動くかどうか試していきましょう。ヒューカードと、CD とね、同時で動かすことになるので、まあ、このゲーム動かせば、全部動くと
思っていいと思いますんで、やっていきたいと思います。で、これはヒューカードの画面か。スタートしたらね、ちゃんとゲーム始まりました。うん、いいね、音もいいね。ちょっとまだね、たまに咳が出るんだよね。よし、うん、私麻雀下手なんですよね。うわー、ダメだ。最初1000点っていうのがきついよな。で、次もね、やりましたけどダメでした。残念でした。で、次もごめんなさいね、ごめんなさいねって言われた。厳しいな。全然勝てない。いやー、強いな。もうため息出ちゃうよ。まあ、というわけで、全然勝てませんでした。まあ、とりあえずね、PC エンジンリオ治りましたんで、まあ、これもね、プレイできるようになりました。いや、たつさんね、本当にありがとうございます。無事治りましたよ。それではまたね。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。これでね、修理完了ということで、まあ、こんな風にね、修理してるよという4回分のね、動画でした。概要欄に貼っとくね。